ミノ饅頭は、山梨県ミノブ町で作られている饅頭、じゅう。町の郷土料理であり、その性質から、精進料理とも位置づけられている。ミノ饅頭んじゅ町にある日蓮宗の総本山、ミノ山駆動寺は、他の寺院同様に肉類や魚類、種類、さらにはごくを使用しての食事は禁止されており、ミノ山で修行をする僧や参拝者向けの、嗜好品として、江戸時代初期に,に、 当時のクオンジの保守に依頼されて、カンマモルテイの当主が開発したとされている。小麦粉に味噌を練り込んで作った皮でコシあんを包んで、蒸して作られる味噌饅頭の一種で、直径10センチメートル程度のミノブと書かれた夜勤が押されているのが特徴である。主に、ミノブ山駆動寺界隈の門前町とミノブ駅前の小2通り商店街で売られており、ミノブ山門前町では、 カンマモルテイと松山志ホが身延駅では栄翔堂が自家製造している。また身延山北部の下山地区では桜製菓が製造販売を行っている。味や見た目、包装等に若干の違いはあり、カンマモルテイがはカズコデンのタレを用いた身延饅頭として製造しているが、コシあんを小麦粉と味噌で練り込んだ皮で包んでいるのは他店も同じである。 製造の際発生する湯気が製造拠点から出ることがあり、作り立てである症状ともなる。開発者であるカン、菅守邸は、身まんじゅうの名前のついた商標名で2006年に商標を取得しているが、他店の名称使用を制限する動きはなく、栄商堂などの後北企業もこれまで、通り、身まんじゅうの名称を使用している。観光客向けに、自家製造している。 店舗以外の美信町内の土産品店でも販売されているほか、美信町内にある日蓮宗の寺院ではお茶受けとして、旅館、ホテルでは、酒として供される場合が多い。ただし自家製造で大量生産が難しいことや、賞味期限が短いことから、美信町外の土産物店や、アンテナショップ、ネットショッピングではほとんど見かけない。ありがとうございます。